試合開始の笛です。危険なタックル。主審ファールを取りました。シュート、バーに当たった。スペースを使う。主審ファールを取りました。これはイエローカード。熱くなるのはまずいです。キーパーが Offside は ない。これはオフサイドでしょう。ん？微妙でしたね、今。ヘッドでつないで、出た。
ここでワンツーシュート、コーナーキックを得ました。これは惜しい。さあセットプレー、何をやってくるのか。ジャンプ。前半30分過ぎました。ワンツースペースを使う、大きく前方にクリア、スローイン、流れを止めた。ドリブルで上がる。ニアサイド。さあもう一度見てみましょう。叩きつけるようにシュート。まるでボールを持った仮面舞踏会。マイナス方向へのパス、チャンスボールになるか。ゴール、マーベラスシュート。さあワンツーシュート、大きくクリアしました。いいボールが出た。前半戦終了です。前半戦が終わった後半戦開始の笛です。しなやかなボールタッチ、よく前を見ている。ワンツーアンビリ、シュート。これはファールです。外してしまった。これは決めなければいけない。折り返す。後半10分が経過しました。タッチラインへ逃れた。
さあどちらのボールになるのか、キラーパスになるのか、シュート、これはゴールキック、シュートミス、スタンドから吐息が漏れます。シュート。試合時間は75分が過ぎました。体を入れてきます。スライディングコーナーキックになります。オフサイド、これはちょっと危険なプレーでした。キーパーが壁に指示を出しています。主審笛を吹いた。ここは集中しなくてはなりません。シュート、ここで折り返す。キックミスでしょう。さあどちらのボールになるのか。出た。危険なタックル。キーパーの指示が伝わっていないのか。俺はチャンスだ。試合終了のホイッスル、窮地をしのいで勝利をものにしました。それではまず中西さんに。